人を超える学生さんがお見えになるそうですが、その中を小菅さんは勝ち抜いて来て手紙を読んだりしたんですけれども、はい、来てくれたお客さんはみんな感動したよ、楽しかったよと言ってくれるようなとても楽しい文化祭になりました。声に合わせてお願いします。それでは2018岩村城下町のひな祭り開幕です。岩村城下町は404年の歴史を持ち、現在に至る城下町です。現在の本町通り、旧上町、中町、下町に面する両側の町並みは、江戸時代から続くものです。上町には職人が、中町や下町には商い屋が並んでいたそうです。平成25年2月には電線地中化が終わり、まるで江戸時代にタイムスリップしたような街並みになりました。岩村城下町のひな祭りは、国の重要伝統的建造物群保存地区の町並みを中心に、岩村藩の藩士邸に伝わる由緒あるおひな様をはじめ、装飾が見事な御殿びな、世界遺産の美濃和紙でできたおひな様、土びな、住民手作りのひな人形など、多種多彩なおひな様が、総数約3500体が一堂に展示される。地域最大級のひな祭りです。
くんですけど、最初に大地の風という曲を叩きます。この祭りは、岩村城下町のひな祭りにぎわい構想委員会を中心として、地域の皆さんの協力のもとに、盛大に開催されていました。